どうも、うずです。今日はちょっと個人的なお話をしたいと思います。 YouTube を普段利用している人の中では有名な UUUM っていう事務所があるんですけど、ヒカキンさんとか瀬戸さんとかジェットさんとか、あの YouTuber としてメジャーな方が所属している事務所 UUUM で、去年年末にこの UUUM というところが1000人のクリエイターを募集するっていう企画をやってたんです。 UUUM ネットワークというのを立ち上げて、クリエイターを募集してちょっと支援しますよっていうサービスを始めますっていうのを去年の年末やったんですけど、これ一応うずさん気になったから一応応募してみたんです。1月19日、昨日結果がメールで来た状態なんですけど、うずさんはそのUUUMのネットワークは参加していいですよっていう一次審査みたいなものですね、それは通過させていただきました。で、内容の方をよく確認して実際に参加されるかどうかはご自身で決めてくださいっていう内容になってまして、これはそうですね、UUUMから来た内容と応募のフォームですね。で、1月31日までに自分自身で決めて参加してくださいっていう内容なんですけど、先に言っとくと、うずさんこのUUUMのネットワークには参加しません。これから YouTube を始めたいとか、やり始めの方、あとは本気でちょっと YouTube に取り組みたい、動画大好きですっていう人は非常にいいサービスだと思います。UUUMさんが今回やられてるこのUUUMネットワークっていうサービス。ただ、うずさんがこのネットワークサービスが必要かというと、必要と思われるところがほとんどないので、今回は参加いたしません。じゃあ、サービスの内容だけちょっと皆さんに伝えていきたいと思います。で、このUUUMのネットワークに参加することによって何が特典があるかというと、まず一つ目、専用ポータルサイトの利用。要は素材提供してくれるということです。で、ライセンスを取得した多数の効果音や楽曲、グラフィックスなどを利用できますよっていうもので、もう一つが研修動画ということで、YouTube におけるチャンネル設計、メタデータ、あとは動画編集ソフトの使い方など、動画制作に関する研修動画を多数提供させていただきます。もう一つがオファー、動画制作案件などクリエイター様と企業との架け橋となり収益化を支援します。専用ページからお好きな案件を選んでエントリーいただくことが可能です。動画権利の保護、要は動画の転載などが結構あるんですよ、 YouTube って。で、それをお問い合わせをすればUUUMがクリエイターに代わって申し立てを行い、削除やマネタイズを行うことによりクリエイター様の権利を保護しますっていう、こういうちょっとねマネージャー的なことをやってくれますね。で、まずこの中の素材の提供に関してなんですけど、うずさんが作ってる動画は基本的にこのようなトーク動画がほとんどなので、ロゴとかもね別に自分で作れるし、音楽はフリーで流れてる曲、もしくはフリーで音楽提供してくれる方のものをお借りしてアップすることができるので特に必要ありません。で、研修プログラムの提供、ここに関してもまあもちろんね、すごいメジャーな方たちがいろいろ動画アップしてますから、そういったコツとかノウハウが聞けるのは非常に興味深いんですけど、ただうずさんはもう動画の流れというか形がある程度ね、もう自分自身で決まったし、見てくれる方もこの流れで見ていただいているので、改めて新しいものをこういろいろ取り入れるっていうのもね、そんなガツガツしなくていいかなと思ってます。もちろんね、時代の流れとともにいろいろちょっとこう工夫はしていこうとは思ってますけど、個人で。あとはオファーって面ですね、企業とのコラボ、そういった架け橋になると言ってるんですけど、うずさんですね、自分自身でその家電メーカーさんとはある程度ちょっとお話ができますから、借りたいものはある程度借りられますし、まあ、カメラとかね、ソニーさんとかキヤノンさんとかカメラ提供していただいたりしてますし、そういう形での企業とのコラボもうずさんにはあまり必要ないので、ここもあまりメリットがないかなと思いました。でね、UUUMの中にいる方の中でやっぱりねお話をしたい人とかはいるんですけど、まあそれはまた別の機会でということで、なのでうずさんは今回UUUMのネットワークっていうのは参加しません。ただ今言ったような内容でメリットを見出せる人は必ずいると思いますから、YouTube をこれから始める、もしくは今やっていてもっとガツガツ前へ進んでいきたいっていう方は、このUUUMのネットワーク参加する意味はすごくあると思います。今日はちょっとうずさん珍しく YouTube の事務所UUUMに関してのお話をさせていただきました。ではまた別の動画でバイバイ。で、やっぱりすごいですね、ここは本当2年ぐらいで YouTube ってだいぶ動き出しましたけど、こういう形でクリエイターを支援する事務所がしっかりしたものが確立されてきてるっていうのはすごくいいことだと思います。まあうずさんはねマイペースに自分の動画を作っていきます。まあ結局うずさんはUUUMとは関係を持つことはないとは思うんですけど、うずさんの動画気に入っていただけたらチャンネル登録の方をお願いいたします。高評価とか低評価は好きにつけてください。